これで一つ終わり。はい、椅子の方が、かっちりと終わったので、あとテーブル。テーブルがもう最悪なんです。ほらもう、サビサビ。もうここもサビサビです。これもあとでグラインダーでちょっと取ってやりたいと思います。もう錆びてね、金具が取れちゃった。もうまずこっから直していきましょうね。本当はこんな感じ、こんな感じなんですが、これがもうこういうふうに取れちゃったので、まずここら辺の金具を全部取って、グラインダーで全部外して、もう昨日の、椅子みたいにちょっとこういうのも、こういうのも全部、この出っ張りも全部取って、ちょっとやっていきたいと思います。わかりました。これは、この金具もつけといても、こっから切断しちゃいます。これも、取って、これ取るにはもう大変なことっていうのが今分かったので、じゃあもうこっから切断して、あ、もうつけっぱなし。もう錆びて落ちても別に支障はないので、うん、そういう形に変えます。これ大変だ。あ、それとね、保護メガネ、これつけとかないとダメです。危ないです。うん、これでいいです。ここについた錆びって結局木にはつかないんで。こっちにもやっときます。この方が強いんで。よし、 OK。 よっ、こっち下にも。あとはこの これがあるので、これはこのぐらつきね、これはここからこう切ってやりたいと思います。素晴らしいです。よし、見て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 。すごいでしょ。測らなくてもこまめにすればできるっていうのが、時間はたっぷりあります。よし、これで。
こんなとこもう何ボロボロね。こういうところはまたニス塗って、まずペーパーが消してだから かなり時間かかると思うけど、やっていこうと思います。